ポストモダン文学は近代文学の特徴に反する特徴を持つ文学のことである。近代文学は無矛盾性、秩序性、明晰性、完結性、建設性、独創性、普遍性などの特徴を持つ。これに対しポストモダン文学は物語の矛盾を肯定的に含んだり、時間軸の無秩序性、幻楽性、当人性、記号性、 全面的破壊、模倣、大きな物語の終焉、普遍性への会議、事故の解体等々である。ポストモダン文学は、近代文学へのアンチテーゼということ以外、明確な定義はない。通常文学という場合には、それを特徴づける形質があるが、ポストモダン文学の場合には、そのような形質には乏しく、単に近代文学の補修号という意味合いが強い。これは、 他のポストモダン建築、思想、芸術と同じである。ポストモダン作家はしばしば、ドン・キホーテや、チオ、人ヨ物語、デカメロンや、カンディードなど多くの古い小説や物語の中に、見られる構造やナラティブの実験性を指摘している。英語圏では、ポストモダンへの影響として、ローレンス・スターンの、トリストラム・シャンディの重量級の恋、パロディ、 物語の実験性などがたびたび言及される。他にも、バイロンの風刺、トーマス・カーライルの衣装哲学、アルフレッド・ジャリーの下品な指輪とそのパロディやパタフィジックの発明、ルイス・キャロルの言葉遊び、ロート・レアモンやアルチュール・ランボー、そしてオスカー・ワイルドなど19世紀の啓蒙思想に対する攻撃やパロディ、冗談などを色濃く示している作品が多い。 スウェーデンの劇作家、アウグスト・ストリンドベリ、イタリアの作家ルイジ・ピランデロ、ドイツの劇作家で、理論家のベルトルト・トブレヒトなど、19世紀から20世紀、初頭の劇作家たちは、ポストモダンに美的な影響を与えたと言われる。1910年、ダダイスムの流れの中で、アーティストたちは、遊び心や偶然性を称賛し、新たな芸術に挑んだ。 トリスタンツァラは、ダダイストの詩の作り方で、山高棒の中にランダムに入れられた単語を順番に取り出して作るダダイストの創作方法を提案した。他にも、ダダイスムは、大学の発展の中でもポストモダンに影響を与えている。大学では既存の広告や有名な小説の教えなどを使用した。ダダイスムから発展し、意識の流れを称賛して、 パロディや偶然性を引き継いだシュルレアリスムへとアーティストは移行していった。シュルレアリスムのソ・アンドレー・ブルトンはオートマティスムと夢の記述は文学創作において偉大な役を演じると主張した。彼はオートマティスムを使って小説、ナジャを書き説明の代わりに写真を使うことによって彼が 常々批判していた、過剰な説明を従る作家たちをパロディにした。ルネ・マグリッドの重要な実験は、ジャック・デリダや、ミシェル・フーコーによって引用された。フーコーはまた、多くのポストモダン作家に直接影響を与えた、最も重要な作家ホルヘルス・ボルヘスからの引用も、言った。ボルヘスが創作を始めたのは1920年代だが、彼は、 ポストモダン作家として分類されることがある。彼のメタフィクションとマジックリアリズムの実験は、英米ではポストモダンの時代まで十分に理解されなかった。モダニズム文学もポストモダン文学も19世紀リアリズムからの決別を意味している。特質を言うなら、モダニズム文学もポストモダン文学も主観主義を追い求めることである。バージニア・ウルフやジェームズ・ジョイスの文体、 T.S. エリオットの詩、アレチなどに見られるように、多くのモダニストによって描かれた意識の流れは、外部のリアリズムから内部の意識の状態への転換を意図している。さらに、モダニズム文学もポストモダン文学も、同様に物語、性質、構造の断片によって追求している。アレチは、たびたびモダニズム文学とポストモダン文学の際だった、特徴を持っていると位置づけられる。 死は、ポストモダン文学の中でも特に文体模倣や断片が多く見られ、荒れ地の語り手は、私を支える断片は、私の滅亡に対抗すると言っている。モダニストの文学は断片を用いて、実存主義の危機やフロイト派の内的矛盾を主観的に探求し、問題を解決すべく、その問題に取り組んでいったと言われている。一方、ポストモダニストは、 この混沌は乗り越えられないことを証明している。彼らの主張は破滅に対抗する訴えだけが混沌から免れるのだということである。遊び心は多くのモダニストの作品に見られ、ポストモダニズムと非常に類似しているが、ポストモダニズムはより遊び心が中心的になり、物語の状況や意味性を明確にしない。文体に関する時代区分がべてそうであるように、 ポストモダンの交流と衰退の明確な日付を言うことはできない。しかし大雑把にはアイルランドの作家ジェームズ・ジョイスと英国の作家バージニア・ウルフが死んだ1941年がポストモダンのスタートラインだと言われることがある。いずれにせよ、ポストという窃盗時は必ずしも新しい時代を意味するわけではない。むしろ第二次世界大戦勃発におけるモダニズムへの 反対表明を意味する。そして戦後の重要な出来事への関心でもある。冷戦、アメリカの市民権運動、ポストコロニアリズム、そしてパーソナルコンピュータの始まりなどである。ポストモダン文学の出発として議論される、最初のものは、注目を集めた重要な出版物や出来事などである。例えばポストモダンの始まりを予感させる。 最初の出版物は1949年のジョン・ホークス、人食い、演劇では1953年の五道を待ちながら、それから1956年のホエルや1959年の裸のランチなどである。その他の始まりを示す重要なものに批評理論がある。ジャック・デリダの1966年の講義、構造、記号、遊戯や少し遅れて、アイハブ。 ハッサンの1971年のザ・ディスメンバー・メント・オブ・オルフェウスの扱いなどである。この転換について、ブライアン・マクヘールは主要論文で詳細に説明している。ポストモダンの仕事はモダニズムから発展し、モダニズムは認識論的な優勢によって特徴づけられ、ポストモダンは存在論の疑問に端を発している。ポストモダン文学は、 同じ時代に書かれた作品についてあまり言及しないにもかかわらず、様々な戦後の交流は見逃せない類似点を持っている。それらの発展は時折まとめてポストモダンと言われる。一般的には重要人物がポストモダンへの貢献者だとされている。ジャリによるとアントナン・アルトやルイージ・ピランデッド・ラ・シュルレアリストは不条理演劇によって演劇界に影響を与えた。 不条理演劇は1950年代の演劇の傾向を説明するためにマーティン・エッスリンによって作られた言葉でアルベール・カミューの不条理性を受け継いだものである。不条理演劇は多くの点でポストモダンに類似している。例えば、ウジェーヌ・イオネスコ、ハゲの女歌手は国語の教科書のセリフの寄せ集めである。もう一人、不条理でありポストモダンであると言われる作家で最も重要なのが サミュエル・ベケットである。サミュエル・ベケットの作品はしばしばモダニズムからポストモダンへの転換点であると言われる。彼はジェームズ・ジョイスという人であり、モダニズムに非常に近い存在であり、いずれにせよ、彼の業績はモダニズムからの発展を形作ったので、ある。モダニズムのお手本とも言うべきジョイスは、言語の可能性を追求した。ベケットは1945年、 ジョイスから逃れるために言葉の貧困と落語者たちに焦点を当てなければならないということに行き着いた。後期の作品ではさらに演じることだけに徹する不可否的な人間関係の中で主要人物の魅力を引き出した。ハンス・ペーター・ワーグナーが言ったようにほとんど彼は小説の可能性のためにやっていたベケットは小説や演劇において語りや 人物の崩壊といった実験的物語が評価され、1969年にノーベル文学賞を受賞した。1969年以後に出版されたベケットの作品は、過去の作品を引き合いにして読解することを必要と、するものや形式やジャンルを脱構築するメタ文学がほとんどである。彼の生前に出版された最後の作品、ステリングス・スティルは、 彼の過去の作品の模倣と繰り返しのモザイクによるテクストで演劇と文学と詩の壁を破壊した。彼は物語の論理的な一貫性や上品なプロットや通常の時間の流れや心理的な美容者が依然として続いていたフィクションの中で明確にポストモダンの父としての役割を果たしたのだ。ビートジェネレーションは1950年代の物質主義的なアメリカに不満を抱く。 若者のために、ジャック・ケルワックによって名付けられた。ケルワックは、彼が、流霊な三文と呼んだオートマティシムの発明によって、巨大な女子詩を作り出し、それは、マルセル・プルースとの、失われた時を求めての方から影響を受け、ドゥルズ・レジェンドと呼ばれている。ビート・ジェネレーションは、もっと大雑把に、ブラック・マウンテン詩や、ニューヨーク・スクールや、サンフランシスコ・ルネサンスらを総括して呼ばれる。 それらの作家は時折ポストモダンに分類される。しかしながら今では一般的にそれらの作家はポストモダンと呼ばれないが影響力は計り知れずこのグループと関係がある多くの作家はたびたびポストモダン作家として分類される。ポストモダン作家に分類されビートジェネレーションとも言われる最大の作家はウィリアム・エス・バローズである。バローズは 裸のランチを1959年にパリで1961年にアメリカで出版した。これは最初の真のポストモダン小説だと言われる。断片的で中心となるストーリーはなく SF や探偵小説など大衆小説の要素を詰め込んだパスティーシュでありパロディやパラドクス、言葉遊びなどが満載だったからである。バローズはまたブライオン外心とともに カットアップの創始者と言われる。この技法は新聞やその他出版物から単語やフレーズを切り取り新たなメッセージに置き換える。彼はこの技法をノバ Q 法や爆発した切符で実践している。マジックリアリズムはラテンアメリカの作家によって特に有名で神秘的な要素を日常的なものとして扱う技法である。この手法は民話が元になっていて ラテンアメリカ、ブームの中心的な存在になり、ポストモダンへとつながっている。ブームの有名人や、マジックリアリズムの専門家はよくポストモダン作家だと、分類される。しかしながらこの呼び方は、問題がないわけでもない。ラテンアメリカのスペイン語話者の間でいうモダニスモや、ポストモダニスモは、英語圏のモダニズムやポストモダニズムとは直接、関係のない20世紀初頭の文学に、 影響されている。オクタビオパスは、ポストモダンは、ラテンアメリカの文化とは相入れない壮大な文学的、外来種だと主張した。ベッケットとボルヘスに加えて、転換期の人物だとよく言われるのは、ウラジーミル・ナボコフである。ベッケットとボルヘスのように、ナボコフもまたポストモダンが始まるより前に活動を、始めた。しかし彼の最も有名な小説、ロリータは、モダニズム。 もしくはポストモダニズムだと言われる。彼の後の作品やアーダはより明確にポストモダン的である。文学におけるポストモダンは中心的な人物によって作られた運動ではない。それゆえ、ポストモダンがいつ終わったか、もしくはいつ終わるのかを定義することは難しい。1961年のキャッチ22、1968年のビックリハウスの前後、 1969年のスローターハウス後、1973年の重力の虹などの出版物のように、ポストモダンのピークは1960年代と1970年代で、あることは間違いない。レーモンド・カーバーによって代表される新しい潮流がポストモダンを終わらせたという意見もある。1989年のストーキング・ザ・ビリオン、フッテッド・ビーストにおいて、 トム・ウルフは、ポストモダンにとって変わる、新しい重要な小説のリアリズムだと言われている。この新しいリアリズムにおいて、1985年の、ホワイトノイズや1988年の、悪魔の歌がポストモダン期最後の偉大な小説だと言われている。新しい世代の作家、デビッド・フォスター・ウォレス、ジアニーガ・ブラッチ、デーブ・エガーズ、マイケル・シェイボン、チャック・パラニューク、 ジェニファー・イーガン、ネイル・ガイマン、リチャード・パワーズ、ジョナサン、レセム、そして出版物、マックス・イニーズ、ビリーバー、そしてニューヨーカーの小説欄はポストモダン、もしくは全く別の何か、ポスト・ポストモダンのいずれかの新しい章を予告する。日本におけるポストモダン文学は1980年代に始まり、最初の作品として1980年の文芸賞。 受賞作品、田中康夫の、なんとなく、クリスタルが挙げられることが多い。消費生活を享受する、女子大学生の日常を描きながらの、文中に登場する香水、ミュージシャン、レストランなどについての膨大で詳細な注釈は、斬新なものとして受け止められた。1981年には、高橋玄一郎が、現代史のコンテクストを持つ、さようなら、ギャングたちでデビュー。 群像新人長編小説賞の優秀作に選ばれた。1983年にはロシア文学に造形の深い島田雅彦が優しい左翼のための記憶曲でデビューし、芥川賞候補になる。この二人は長く日本の純文学を牽引していった。1984年には歌舞伎に造形の深い小林教授が電話んでデビューし、 海燕新人文学賞を受賞した。1994年には、小のより子が、タイムスリップコンビナートで、芥川賞を受賞し、イゴフェミニズムを主題に、日本のポストモダン文学の一翼を担った。国別に分類。ポップカルチャーの発祥地ともいえるアメリカ合衆国では、やはり、ポップと文学の融合というような特色が濃く見られる。スリップストリーム。 アバンポップという潮流があった。フィリップ・ケーディック、カート・ボネガットや、ポール・オースターなどがこの流れの代表的存在である。ありがとうございます。